こんにちはソニーショッッップテックスタッフ店員佐藤です、えー、先週はですね、えー、とどこかにビューン第3回目の抽選結果をお、えー、届けいたしましたが今回は、えー、新青森、えー、今回の目的地の新青森に行ってですねどんなところで、えー、遊ぶのかというか向こうに滞在時間が約10時間ありますのでどうやって過ごすかどこに行こうかをちょっとあの今回は検討してみたいと思います。 まず、えー、今回の行き先ですが念願の新青森駅に行けることになりましたおめでとうございますえー、新青森駅一番今回のどこかにどこかにビューの中で一番遠くまで行ける区間になるので、えー、とそこにとにかく何があるとかどこに行きたいとかではなくて新青森に行きたいという目的だったんですが、えー、これで何して新青森で過ごそうかっていうのはまだ何も考えておりませんでしたのでちょっといろいろ今回調べてみました 最初にですね、このメモリアルシップ発行だ丸という青函連絡船ですね。これの展示があります。えっと、昔船の科学館のところにも泊まっていて、一度入ったことはあるんですけども、本州と北海道を結ぶ連絡船。えっと、こちらの展示があるので、これにはまあ行ってみたいなというふうに、あ、え、の、っと、ぼんやりと思っていたので、ここにはまず立ち寄れるかなと思っています。で、えー、っと、調べてみると、というかもう、 こちらの、どこかにビューのサイトにもいろいろ、あの、こんなところがありますという提案はあるんですが、八甲田ロープウェイ。八甲田山ですね。映画で有名な、あの、山があるんですが、ここのロープウェイが、えっ、ー、と、通年営業しているのようで、えっ、ー、と、これに行くことができそうだなと思います。で、えっ、ー、と、まあ、ご覧の通りですが、そこに行くのに、えっ、ー、と、バスで行けるようなので、 そのバスの時間、JR バスが出てるんですけど、それの時間とか、えっ、ー、と、いろいろ組み合わせて僕らがプランニングしたものがこちらになります。えっ、ー、と、JR バスの、えっ、ー、と、湖号というバスがあるそうなので、1時間ちょっとかかるんですけども、えっ、ー、と、これが11時10分発というのがあるので、えっ、ー、と、それまで、新青森から青森駅に移動して、それで青函連絡線を見学して、えっ、ー、と、バスの自動車時間に。 間に合わせていいこうかなと思いますそうすると,、えー、とロープウェイの駅に着くのが12時15分で調べてみるとあのレンタルスキーのお店があるそうでそこで、えー、とスノーシューとかも貸し出しを1000円でしてくれてるみたいなのでそれを借りてでロープウェイで上に上がって八甲田山の山頂で、えー、とこれによると,、まあえー、と2時間ぐらいゆとりが時間の余裕があるのでそこで、えー、とスノーモンスター樹氷などを撮影することができるかなと思います。 で、えっ、ー、と、15時28分の湖号に乗車して帰ってくると、えっ、ー、と、まあ、これがでも、まあ、終バスになるんですけども、これが最後のバスで、えっ、ー、と、青森駅に16時40分に到着します。で、それから、ねぶたの家、わらっせ、あと、観光物産館、アスパムというところがあるみたいなので、ここを、えっ、ー、と、回るとですね、えっ、ー、と、これが、開館時間が18時までになっているので、えっ、ー、と、18時までこれらで遊ぶことができる。で、 えとこれがちょっと問題なんですけども、えっ、ー、と、青森ベイブリッジという、まあ、そこの、ワラッセとか、アスパムの周りが、あの、港の近くなんですけども、えっ、ー、と、橋がかかっているそうで、そこはライトアップされているという話なので、そこでまた、えっ、ー、と、写真撮影ができるかなというふうに思っています。問題はここから、えっ、ー、と、仮の新幹線まで、かなり時間が空くことで、18時以降、 特に何もないので散策はここで1時間半も入ってしまいます。それと、えっ、ー、と、ロープウェイなんですけども、これもやっぱ強風があると止まってしまうということなので、これをどうするのかという、えっ、ー、と、問題がちょっとあります。えっ、ー、と、ねぶたの家はラッセはこうして、あ、ねぶた祭りのお祭りの出し物がこうやって見られるそうなので、こういう暗い展示であれば、あの、写真的にも面白そうなものが撮れるかなというふうに思うんですけども、なんせこれ、19時ぐらいまでやっててくれればね、 えっと、暖かいところで時間を過ごせるんですが、18時に出て、えっ、ー、と、それから1時間半、外を散策しなきゃいけないというのが、ちょっときついかなと思います。それと、えっ、ー、と、ロープウェイがダメだったときは、スカユ温泉というところがあって、こっちに逃げることも一応できるスカユ温泉は、えっ、ー、と、江戸時代から、あの、湯治場としてなんか有名だったそうでですね、えっ、ー、と、千人風呂という、なんと、混浴があるそうです。えー まあ、こういう入ったことないんですけど、えっと、一応、湯船は、あの、仕切りがある、そうなんですが、えっと、そこが入れるのかなと思うんですけども、ここ、行ってしまうと何も写真撮れるわけがないので、えー、ちょっと寂しい写真旅行になっちゃうかなという恐れがあります。で、えー、っと続いて、ちょっと考えたのが、五能線の旅。リゾート白上というですね、えー、観光列車が、実は走っていて、近くを。 えっと、秋田の方から走ってくるんですけども、えっ、ー、と、上司が時間が5時間半ぐらいあるのかな ?147 キロ。えっ、ー、と、これに乗ることができないかなということで、時間をちょっとし調べてみました。えっ、ー、と、まあ、これが、えー、その道中ですね。新青森から、えっ、ー、と、一回広崎に出て、そこから東の城まで、えー、と特急で走って、 でそっから五能線に乗って、五能線自体はあの新青森まで走ってきてくれるそうなのであ五能線じゃないリゾート白神ですねは新青森まで走ってきてくれるのであのこれで無事つながるダイヤがないかなと思ったら、えー、とその左回りの,あの時計回りのルー,あのルートだったら行けそうだというので、えー、とダ,イあのダイヤを組んでみようと思ったんですけどもこの五能線がですね非常に 遅れやすい電車だというのが分かりました。えー、定時で運行されるのは約5%ぐらいじゃないかというふうに書いてらっしゃる方がいらして、えー、特に冬場は風が強くで、えー、これ今日時点なんですけども、今日も強風の影響で一部列車に遅れや運休が出ていますと。で、えー、これがその、今回の旅のルートの時間割をちょっと自分なりに出してみたものなんですけども、リゾート白神5号。これが、えー、新青森駅に到着するのが19時32分。 で新幹線が出発するのが19時44分,4分なので、えっと、この時間12分しかゆとりがありません。えー、10分電車が遅れたらもう新幹線に乗れないと。でえっと、新幹線これが最終ではなくてもう1本後にあるんですけども、そっちの電車は仙台までしか行かないそうなので帰ってくることができなくなります。なので、これはちょっと危険かなと。快晴で無風でっていう予報になっていればまだいいんですけども、 よ予想を見ると,、えー、と割と雪降ってる日に近いみたいなのでちょっと厳しいかなと思います。これ行言ってみたいんですけどもね。で、えー、その代わりにですね、えーと、第3案として出してくるのがこちら。北海道新幹線に乗乗っっててみようううしまおうというものです、えー、と東北新幹線は新青森駅が最終になるんですけどその先は北海道新幹線として新函館北斗まで。 えっと、新幹線はつながってます。えっ、ー、と、今回行く列車も、そのまま、えっ、ー、と、乗り越し、乗り越してしまえば、新函館まで行ってしまう列車なんですね。で、えっ、ー、と、函館に行くと何があるかって言ったら、やはり函館山。えっ、ー、と、これがうまいこと、日没にかかる時間に行けそうなので、えっ、ー、と、それが一つと、この五稜郭タワーという、ここに、えっ、ー、と、登りたいなあというのも、実はあります。 えと今年ですね夏にソニーストア札幌さんがオープンした時に札幌に行かせていただいてその時に札幌テレビ塔というところにお邪魔してきましたでさら、えー、にですね、えー、今年のゴールデンウィークだったかなゴールデンウィークにあのドライブで銚子まで行ったんですけどその時にも銚子ポートタワーっていうところに登ってますでこの銚子ポートタワーであの初めて知ったんですけども全日本タワー協議会という組織があってですね えっと、日本のタワーを登ろうという、えっ、ー、と、タワーのマップ帳みたいなのが500円でしたんですね。えっ、ー、と、これ買って、えっ、ー、と、各タワーに登ってハンコをしてもらうとですね、えっ、ー、と、その場でちょっとしたおもてなしを受けられると。で、えっ、ー、と、札幌テレビ塔に行った時はですね、えっ、ー、と、記念のキーホールダーとかいろいろいただけたので、あ、これはちょっと回ってみると、巡ってみると面白そうだなということで、今回の五竜郭タワーも実はこの、全日本タワー協議会の 一,あの一つに数えられていますこれに入って、えー、とスタンプをちょっともらっていきたいなというのがあります。で、えー、とこれが、えー、とタイム表になりますね時刻表を自分なりにちょっと出してみました。9時,ん9時49分に新青森に着いてそこから青森駅に移動。で青函連絡船と「ワラッセを見学してアスパムをちょっと早足で回って、えー、と12時14分に、えー、とまた。 大雨本線に乗って新青森駅に移動。で、そこからえと1時間余りで新函館北斗駅までえと行けるので、そこからえと仮の新幹線はその直結するようにしておくと、18時40分まで時間が6時間近く取れます。つなげなので、あの6時間あれば、まあ、このタワーと、それと,えとロープウェイ行けるかなと。 日没が16時25分なので、ここの前後をロープウェイにして、その前に五稜郭タワーと、えっ、ー、と、五稜郭タワーの前にですね、あるラッキーピエロというところがあって、そこには去年、えっ、ー、と、店員ヨネッチがですね、遊びに行ってるんですが、とても美味しかったというお店らしいので、そこで食事ができればなというふうに思っています。なので、えっ、ー、と、こっちだったら天候に左右されないで、えっ、ー、と、2カ所、新青森と、 えっと、函館と行けますので、これでちょっと行ってみようかなというふうに今回は思っています。えっ、ー、と、こちら、えっ、ー、と、現時点での天気予報ですね。えっ、ー、と、新青森の駅の予報がこんな形で、えっ、ー、と、まあ、降雪、降水確率80%なので、まあ、大体雪が降ってるのかなと。で、函館の方も、えっ、ー、と、60%なんですけども、こっちはある程度視界が確保できれば、えー 函館の山、山からの夜景が見れるかなというふうに、函館ロープへ登れるかなというふうに思います。えっ、ー、と、これで、えっ、ー、と、今回申し込んでみようかなと思います。と、するとですね、えっ、ー、と、この、北海道新幹線。この切符を、えっ、ー、と、買い足す必要があります。えっ、ー、と、新青森までは往復で6000円なんですけども、えっ、ー、と、片道7000円くらいかかるのかな。えー 新青森まで3000円で片道行けるんですが、その倍以上のお金を払って、えっ、ー、と、行くというのはあれなんですが、もともとかなり安くなってますからね。片道本当は1万7000円ぐらいのところ、3000円で行けてますので、えっ、ー、と、その分遊んで来ようかなというふうに思います。ちょっと申し込みをしてみようかな。このまま。よいしょ。モバイルスイカから。おい、出てきました。これで、えっ、ー、と、もう新幹線のチケットが変えてしまいます。駅ネットアプリというのを使って、 はい、えっ、ー、と、これで新規申し込みですね。えっ、ー、と、出発駅を新青森。到着駅を新函館北斗。で、えっ、ー、と、往復のチケットで買います。で、日付は28日。で、帰り、帰りも 28日。で、えっ、ー、と、出発時間は12時19分。まあ、あこれでいいかな。で、えっ、ー、と、帰りを18時にします。よしこれで、いいかな。よし大人一人、検索。はいはい、出てきました。えっ、ー、と、これで、はやぶさ13号 うん、はやぶさ13号ですね。当然、指定席で。指定席しかないんです。自由席は、えー、っと、走ってないそうなので。で、帰りの列車ですね。えー、っと、19時42分着。これで帰ってきます。はいはい。えー、っと、これは、 よいしょ、指定席。あ、特種20っていう2割引きの券がまだ残ってますね。よしこれで指定します。はい、えっ、ー、と、行きの列車どこの席座りますかは、えっ、ー、と、やっぱ海側を見たいかな。ということで、えっ、ー、と、号車変更は何号車があるんだろう。 いっぱい残ってますね。よいしょ。じゃあ4号車のおすすめのとこに入っちゃおうかな。えー、っとね、この端っこの方になるとドアがカゴカゴ開いてすごくせわしないというのが分かったので、僕、え、は、ー、真ん中辺のこの 10A にしようかな。今回は。10A でいこうと思います。4号車の 10A。 はい、決まりました。で、えっ、ー、と、帰りですね、これはね。はい、これで、えっ、ー、と、決まりましたよと。で、えっ、ー、と、13,930円。これで、えっ、ー、と、ビューカードで決済。 はい、これで、えー、と、新青森から新函館までのチケットも押さえられました。これで行ってきたいと思います。あとは当日、えー、今回は α7C2 と、えー、エクスペリア5 Mark 5、この2つを持って遊びに行こうと思っています。えー、ちなみに、今回はですね、えー、この収録に使っているカメラも α7C2、それとレンズは、えー、SEL24F14GM を使っています。 で、マイクはですね、ECM-B10 ですね。単一指向性の,あのショットガンマイクを使っています。えっ、ー、と、当日もこの、あの、当日はマイクをちょっと変更するかな。あとレンズも、えっ、ー、と、2070を持っていって、1本だけで済ませたいなというふうに思っています。ぜひ、えー、本番の方の旅のレポートもお付き合いください。ありがとうございました。